5世紀頃の遠い諸国と豆暴露の位置。豆暴露は6世紀から8世紀にかけて中国東北部のノンジャン流域に存在した民族。北不与の末裔であるがモンゴル系の言語を話す。大暴露、達島末郎とも表記される。北不与が高栗によって滅ぼされると、その生き残りは中はもしくは太郎が渡ってそこに住み、豆暴露となった。 東代になると、豆曝郎は、達師末郎と呼ばれ、開元11年に、達師末郎は達師と共に、唐に長考した。義書、北史に、旧北付与であると記されているため、付与書後に思われるが、義書、北史の、失意国の上に、五枠、幕啓、吉丹、豆曝郎国と同じとあることから、モンゴル系とも考えられる。いずれにしても、定説はなく、 今後の研究を待たねばならない。司書によると、木吉国から北へ、千里、落陽から六千里の距離にあり、西には湿意がいて、東は海に行き着く、東西二千里の範囲に暮らしている。当位において、最も平坦な地とある。五国を栽培するのに適しているが、五家には適さないという。豆曝露の人々は、背が高く、性格は、 共有均衡で略奪を行わない。君長は六地区の名をもってとし、官名都市、雄うちには、豪卒がいる。飲食の時は、木吉とは違って、外を用いる。麻布があり、異性は、高栗の類で帽子が大きい。大人は、金銀の装飾品を身につける。刑法は、付与時代のままで、刑は厳しく、殺人者は死刑となり、その家人を土肥とする。 みだらで、ねだましい者は殺してそのかばねを、国の南山城に置いて腐らせる。遺族がこの遺体を取り返したかったら、牛馬と交換で遺体を取り戻すことができる。銀書列伝第 88, 北氏列伝第 82, 五枠、幕慶、吉丹、豆曝郎国と同じより、銀書列伝第 88, 北氏列伝第82の木吉国の城。 新当初列現代145失意の一種、吉丹生子研究。吉丹語はモンゴル語族に属するかあるいは、モンゴル語と非常に近しい。木筆の前身であるユーローは外を用いなかった。再起の名。まな板と豆。まな板は、生贄にえの肉を乗せるまな板、豆はなおモルタカつき。展示で、礼法。ありがとうございます。